3番エレナ・ソコロワさん、ロシア。 Number 3 representing Russia, エレナ・ソコロワ。2月15日に21歳になったばかりのロシアのエレーナ・ソコロワ、今シーズンはアメリカ大会3位、ロシア大会第2位。スケートの確実さがあります彼女。ミンクスのドン・キホーテから。スミレさん、彼女の魅力はどんなところでしょう。やはりジャンプにがすごく素直に上がって回るっていうためにミスが少ない選手だと思います。そのジャンプ、トリプルルッツからダブルトーループ、もう一つです。手を挙げてましたね。はい、やはりアクセルジャンプで手をつけて飛ぶっていうことは軸がぶれやすくなりますので、すごく手を挙げてジャンプを飛ぶというのは難しい技だと思います。はい、選手と同じコーチに変わりまして、ミーシンさんですね。はい、イメージチェンジをしているような気がいたします。層の厚いロシアでグランプリファイナルまで駒を進めましたエレーナ・ソコロワ。やはりジャンプは確実でしたね。はい、先ほどイメージチェンジとおっしゃいましたが、もともとスケーティングは確実なんですけれども、はい、あとはどんなところを最近アピールしてるんですか。やはり個性的な動きなどがすごく増えたと思います。あ、そうですか。はい、大きく観客席に向かって手を振りました。そころはここは最初のトリプルルッツとから、あ、ちょっとよろけたんですがね。少し着氷が両足になってしまいましたね。はい、この辺がどう点数に響くかだと思います。これが先ほど話し出たね。はい、ミスが許されないショートプログラムの中でこのような難しい技を入れてくるのは本当に素晴らしいと思います。先ほどプルシェンコが素晴らしい滑りを見せた時にはミシンコーチは笑顔、満面笑顔でしたが、 4.8 アメリカのジャッジ、日本は 4.9 をマークしました。ずいぶん分かれましたね。 4.8 から 5.5。 表現力です。こちらは5点台。3人が滑り終えてクワンに次いで現在第2位、ソコロワです。
и вторую эту больницу поставили, потому что без этого никак.